た、腕が。うん、ああもげたな。まあでも落ち着けよ。こんばん UFO ミステリー案内人です。さて今日は、はっちゃんよりもさらに冷静な男にまつわるお話をしましょう。俺の名前はノイアン。こんな自己紹介は自分でもどうかと思うが、世界で一番冷静な男だ。なぜそう呼ばれるようになったのか、それは俺が生まれ育った国バングラディシュの治安の悪さが原因の一つだろう。動くな、ガキの頭を吹っ飛ばされてえのか。ノイアン。ああまたか。この国ではスリやひったくり、窃盗、強盗、麻薬密売が加速し続けている。犯罪に巻き込まれることはそう珍しいことじゃない。さっさと歩け、子供を人質にしやがって。どうせなら撃ち抜いてやればよかったぜ。だから母さんはこの国で生きる術を子供の頃から教えてくれたんだ。いいかいノイアン、よく聞きなさい。うん。冷静沈着を務めるの、それがこの国で長生きできる秘訣だからね。わかったよママ。そして俺はその教え通りに成長した。母が亡くなった時だって兄弟が泣き叫ぶ中、俺だけは涙を流さなかったんだ。ママやだよ。ノイアン、お前は悲しくないのかよ。悲しくないといえば嘘になるさ。だが涙はどうしても出なかった。そういう性分になっていたんだ。こうして俺は気づけば周りから変人呼ばわりされるほど冷静沈着な男として有名になっていた。あの人でしょ、変人ノイアンって。ああ、雷が近くで落ちたって平然としていたらしいぞ。何それ、人の心がないんじゃないの。ふん。冷静すぎるゆえのデメリットといえば圧倒的にモテないことくらいだが、俺にはその心配もいらない。なんせおかえりノイアン。ああただいま。そう、最近になってようやく人生初めての春が来たんだからな。こう見えても俺は相当浮かれていたよ。今日のご飯はカレーでいいだろ、今作るよ。カレーか、まあいいや、早く作ってよね。もちろんだ。ようやく俺も大人の男になれたんだ。はあ、なんか言った？いや何も。俺の心は最高にホットになっていた。でも結局この冷静さが付き合っていく中で障害となっていったんだ。ノーヤン、就職おめでとう。ああありがとう。ねえ、せめてもう少し嬉しそうな顔できないの？十分嬉しいさ、こう見えてもな。あっそう、私つまらないから帰るわ。そうか、せっかくだから俺は食べて帰るよ。俺のためにわざわざ有名店の予約を取り、就職祝いのサプライズを仕掛けてくれた時も驚くことはできなかった。それに彼女が飼っていた犬が老衰で死んだ時も俺は最後まで冷静だったんだ。ケルベロス、もう3日経ってるぞ、腐る前に埋めよう。はいはい、あんたの言う通りね。穴は掘っておいたぞ。ありがとう。そして極めつけとなった事件がある。それは、ん？彼女のタバコの火が原因で発生したぼや騒ぎだった。おい起きろ。何よこんな時間に。いいから起きろ、一大事だぞ。一大事？どうせ大したことないんでしょ。いや火事だ。消すのを手伝ってくれ。火事の時くらい声のトーン変えなさいよあんた。どんな時でも喜怒哀楽を見せない俺を彼女は次第に煙たがるようになっていたんだ。だけど俺は別れたくない。そこである提案をしたのさ。今日もかっこいいね、そのバイク。ありがとよ。それは俺の唯一の趣味である単車でのツーリングデートだ。彼女だって交際当初はこのバイクと俺のドライブテクをかっこいいと褒めてくれたんだぜ。絶対に惚れ直させてやろうな、相棒。こうして俺たちは少し離れた有名な湖に出かけたんだ。ヒャッホー、この重低音しびれる。
ああ、でもあんまり暴れるんじゃないぞ。つまんないこと言わないでよ。ほら、もっと飛ばして。仕方ないな。捕まってろよ。イエーイ、最高。はあ、ああ、気分いい。おい、これやるよ。くれるって、花束じゃん。どうかしたの？いや、いろいろと迷惑かけてるからな。性格は直せないが、これでも悪いと思ってるんだ。へえ、少しは可愛いとこあんじゃん。正直別れようと思ってたけど、まだ付き合っててあげるよ。ありがとう。とても嬉しいよ。そうは見えないけどね。じゃあ、そろそろ帰ろう。ああ、そうだな。こうしてミッションを無事に達成した俺は幸福に包まれながらキロに着いた。でもな、その時だったよ。ん？あれは反対車線を走る車同士が接触し、そのうちの一台が俺たちの方へ吹っ飛んできたんだ。いや、こいつはまずいな。このまま正面衝突すれば間違いなく闇の世界へ直行だが、俺を受け入れてくれた愛する彼女を死なせるわけにはいかない。仕方ない。ちゃんと捕まってろよ。え？いや、だからこそハンドルを力いっぱい横へ切ることで飛んでくる車を間一髪避けられたのさ。でもな。やった、生きてるよ、ノイアン。喜ぶのはまだ早い。運が試されるのはここからだ。え？いえ！正面衝突を避ける代わりに俺たちはガードレールに突っ込むことになったんだ。さあ、どうなるかな。大丈夫か？待って、痛い。足が折れたみたい。不幸中の幸いとはまさにこのことだ。相棒の単車は粉々に壊れたが、俺も彼女も生きてるんだからな。よかったよ、死んでなくて。うん、ノイアンは大丈夫なの？って、とはいえ俺は彼女よりも運がなかった。なんせ、ああ、腕がなくなってるな。まあでも少し落ち着けよ。冷静に言わないでよ。とにかく早く手当てしないと。待て、その前に救急車が先だ。もげた腕が利き腕じゃなくてよかったぜ。あんた、やっぱりイカれてる。せっかく助かった命を無駄にしたくはない。そのためには手当てよりも先に救急車の手配を済ませなければいけないんだ。いざという時のためにみんなも覚えておくといい。はい、火事ですか？救急ですか？救急だ。車2台が接触事故を起こし、巻き添えにあったバイクに乗っていた2名が負傷した。わかりました。容体は？女の方は足を骨折、男は左腕が根元からもげてるよ。それは大変です。わかりました、すぐに手配します。あなたは事故の目撃者で大丈夫ですね。いや、腕がもげた本人だ。え？痛くないんですか？腕がもげてるんだ、そりゃ痛いさ。だからなるべく早く頼む。わかりました。うん、さてと、まだやることが残ってるな。おい、あんた大丈夫かい？人間は約1リットルの出血で死ぬが、おそらくまだ半分にも満たないだろう。適切な処置をすれば大丈夫だよ。そうか、何か手伝えることは。この怪我だから直接圧迫よりも止血帯の方がいいな。あんたは悪いが、そのネクタイと何か棒状のものをくれないか？お安いご用さ。棒ってこの万年筆でいいか？上等だ。ネクタイに輪っかを作って、その中にペンを差し込んでくれ。わかった、こうだな。そうしたらペンを回してねじってくんだ。よし、いい調子だぞ。おお、すごい、本当に血が止まったぞ。血管が潰れてるおかげで出血が少なかったのが功を奏したな。ひとまずこれで大丈夫だろう。ん？いやー、すごいな。ああ、見事な男だ。この拍手はなんだ？わからないのか？こんな状況でも冷静を保つあんたを褒めたたえてるのさ。いい気なもんだな。でも自分の腕が地面に転がるくらいじゃ動揺しないさ。おいおい、なんだって？確かに予想外の事故だが、幸い俺も愛する彼女だって生きてる。その事実があればどうってことはないのさ。もう喜んでも大丈夫だぞ。よっこらセット。私に話しかけないで。え？しかしどういうわけか、彼女はすでに冷めきった目で俺を睨みつけていたんだ。この事故は単車と自分の腕だけじゃなく、俺たちの関係まで破壊したみたいだな。全然うまくないからね、それ。その後俺たちはそれぞれ救急車に乗せられて搬送。
適切な応急処置のおかげで最悪の事態を免れたと医者にも褒められたよ。でも結局あれから一度も彼女が病室に来ることはなかったんだ。これ松葉杖の女性が渡してほしいって。ああ、ありがとう。その元気出してくださいね。最後はたった一通の手紙で俺たちの関係は終わりを迎えたんだ。彼女はきっと自分の腕がもげても動揺しない俺に恐怖の念すら抱いたんだろう。私が死んでもあんたはきっと無表情のまま別れてくださいか。やれやれだぜ。かわいそうに思うかもしれないが、俺が死なずに済んだのはこの冷静さのおかげだ。実際に体の一部が切断されたことでパニック状態に陥り、鼓動が速くなって出血多量で死ぬケースは珍しくない。俺が死ななかったのは母の教えのおかげなのさ。でもまあ今思えば、なんであんな女が好きだったんだろうな。恋は盲目、そういうことかもしれない。畜生、目から汗が止まらないぜ母さん。もし自分の腕がちぎれなんてしたら、私だったら間違いなく気絶しちゃうわ。確かに信じがたいですが、このお話は実話を元に作成しているんですよ。でも冷静すぎるゆえに振られるってなんだかかわいそうね。え、はっちゃん、その格好はもしかして。あらら、どうなっちゃうのかしら。それはこの後のおまけで紹介します。皆さんはノイアンさんのような桁外れに冷静な人どう思いますか？ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。あんた一体どこから出てきたんだ？ああ、いやいいよ。俺自分より背の高い子はダメなんだ。そんなわけでさっさと帰ってくれ。